こんにちは、テニスピークの林です。本日はですね、どうしてもストローク、もしくはボレーで打点がうまく取れないという方に対して一つやってみたいと思います。いいスイングといい場所に行っていいショットということを考えると、どれだけいいスイングをしてもいい場所に行かないと、うまく打てないとということになりますので、このいい場所に行くというのは非常に大切です。で、いい場所に行くというのは具体的に何かというと、ご自分のイメージしているインパクトの打点ですね、打点、ここに常に行くと、ここで常に打てると、ここで常に打てればそれがいい場所に、いい打点に行けてる、いい場所に行けてるということなので、そういう意味で打点を安定させるというのは、いいショットを打つためには必須条件です。まずですね、打点をこう作ってみてください。打点を作っていただいて、ここが皆さんの打つ打点です。で、よくないのはボールが来た、向こうからポンとボールが来た時に手で合わせに行ってしまうと、ボール来た、手で合わせて打ってしまうと、手を伸ばしたり縮めたり、こういう動きですね、こうやってこう打点を探してしまうと。で、これはなかなか安定しません。これ見ていただくと分かるんですが、この手でこうやって肘の曲げ伸ばし、手首で、ボールを探そうとしても、ここの肩のライン、背骨、骨盤のこの体幹という部分は動きません。ボールを探す時もしっかりここが動いてないと。そうすると、当たったとしても体幹を使ってひねり戻して打つことはできなくなるので、しっかり体を使ったショットにはならないというふうになります。練習方法はすごくシンプルです。インパクト作って、自分でもしくはペアの人にポンってボールを出していただいて、そのまま同じ打点で打つと、出していただいてそのまま打っていくと、もうこれだけ。これが手でこうやって、手でこうやったりしないで打つということが非常に大切になります。そしてこのインパクトを作るときに、少しでいいんで、少しでいいんで左肩ちょっとこう前に出してください。完全にこうならないで、こうならないで、左肩ちょっと体の中の方に入れていただくと、もうこれだけでひねり少しできますので、飛ぶかなと。完全にこうだといい打点いったとしてもひねり戻し使えないんでうまくいかないですから、ここを作ってちょっと一瞬だけ左肩入れて、そうするとラケットが、まあ、見ていただくと分かるんですけど、一瞬肩入れるとちょっとラケット動くんですね。で、これで結構です。これは別にラケットをこうやって動かしてるわけではなくて、左肩だけちょっと入れてるだけで、ラケット少し動くはずなので、このぐらいで十分です。まあ、本日のテーマは、まあ、当たり前といえばものすごい当たり前なんですが、意外とできてないというケースが非常に多くありますので、ちょっと打点がうまく取れないなという方はぜひ試してみてください。そして、今はここでやりましたが、これは高い打点とかでも一緒です。ここにセットしておいて、足を使っていって、足を使っていって打っていくと、これが最後ビヨンとかこうボーって、大体というか、まあ、ほぼほぼうまくいかない、まあまあ、いいショットを再現性高くやるということは難しいと思いますので、この辺チェックしてみてください。意外と打点を取るっていうのは足を使わなきゃいけないんです。足を使わなきゃいけないっていうことを実感していただくと、結構うまく打点取りやすくなるんじゃないかなというふうに思います。最後まで腕は体の中に置いておくというか、体の近くに置いて、このインパクトの形を作っておくイメージですね。そして足でボールを探しに行くと、探す探す探すと、意外と足を使うということを感覚的に知っていただくと、打点というのは結構一気に取りやすくなったりしますので、ぜひこの辺を参考にしてみてください。本日のまとめとしましては、いいショットというのはいいスイングといい打点に行っていいショットということになります。いい打点というのに行く必要は非常に高いと。で、いい打点というのは何かというと、同じ打点で常に打てるということです。まあ、これ極端なんですが、これはまあ極論ではありますけど、極論ではありますけど、いい打点で、ごめんなさい、同じ打点で全て打てるということが大切になります。そして同じ打点で打つためにどうしたらいいかというと、手でこういろいろ探しに行くんではなくて、そうすると体幹動かないので、当たっても体幹使ったひねり戻しはできませんので、それはいいショットにはならないと。これは逆に体が使えなくなってしまいますので、そうではなくて、この形、ご自分でインパクトの形作っていただいて、そしてご自分でもしくはお友達とかにボール出していただいて、足を使っていきましょうと。これがこうではなくて、打点だというところを想定したら、あと足を使って使って打っていくと、
ということです。でこれはインパクトが先で打つ形になるのであまり飛びません。インパクトが先は安定、インパクトまでがボールを飛ばす役目になりますのであまり飛ばないと思います。で飛ばなくて正解です。で飛ばし方はまた今度次回やり、次回以降やりますので、これであまりこうボーンとかやろうとするとまた肘の曲げ伸ばしになって体幹が使えたショットにはならないので、この辺ちょっと注意してみてください。本日は以上です。ありがとうございます。ここでセットしてちょっとひねってたのがひねりが大きくなるのでぐーっとここまでこういくことができます。